こんにちは。今日は BTS の7名が長期休暇中にどんな気持ちでいるのか、そしてどんなことをしているのかっていうのを分かる限り占いで解明してみようと思います。この休暇は1月の下旬まであるそうですね。なのでまだあと1ヶ月ぐらいはあるんですけれども、各自どんなことをしているかとても気になります。なので今回はタロットカードと西洋占星術で今どんな気持ちでいるのか、そしてどんなことをしているのかを占っていきます。 BTS の動画は他にも何本も出しておりますので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください。説明欄にリンク先を貼っておきます。まずはジミンちゃんです。ジミンちゃんはとにかく引きこもってお忍びで何かをしているっていう感じですね。あからさまで表立った行動をしているっていうわけではなくて、家に引きこもったり、または家ではなくてもどこかに引きこもってひたすら何かをしていたり、秘密の活動っていうそんな感じが強いです。普段はジミンちゃんは社交的で人気者なんですけれども、今の時期は内向的になっていると、そんな感じです。インスタの写真も他のメンバーに比べるとあまり更新されていない感じなんですけれども、今は引きこもって自分の世界に没頭しているというふうに言えるのではないでしょうか。もともとジミンちゃんは人に気を使える性格なんですけれども、それは周りに人がいるから気を使えるんであって、そういう対象がなければ面倒くさいなと思って気を使わないっていうところがあると思います。なので今はそんなに気を使うっていうことなく、自分の世界に引きこもっていると、そういうふうに言えると思います。次はジンさんです。ジンさんは休みを十分に満喫している感じですね。というのも、一人になって一休みしているというか、瞑想しているというか、このカードのようにゆっくりと落ち着いて一人でいると、そんな感じです。一人でいると言っても四六時中一人ではないんでしょうが、とにかく休んでいるっていう感じですね。心も体も十分に休んでいる最中と言えるのではないでしょうか。ジンさんはもともと自分が好きなことであれば忙しいくらいの方がいいと、そんな傾向があります。暇が苦手で多忙な毎日の方が逆に嬉しいと、そのように思っている節があります。しかし、いくらそんなジンさんとはいえ、適当に休んだり適宜休むっていうことももちろん必要になります。また多少心が疲れているっていうところがあると思いますので、その心の疲れや精神的な疲れを一人になって癒すと、疲れを十分に癒すという方向に出ていると思います。体の疲れというよりも心の疲れですね。この休暇によってそれが癒されるのではないでしょうか。次はシュガちゃんです。シュガちゃんにとって休みの間というのは時間がゆっくり流れているようです。のんびりと過ごしているっていう証拠なので、それはとても良いんですが、一方で休みの間にこういうことをしようと予定を立てていたことが、その予定通りに進んでいないっていう面もあるかもしれません。例えばどこかに行こうと、何月何日ここに行こうと決めていたんだけれども、予定通りに進まないでそれが延期になってしまったですとか、ちょっと日にちが遅れるですとか、そんなこともあるようですね。ただシュガちゃんは普段から繊細で相手のことを考える、または相手の役に立ちたいという、そういう優しい性格ではありますが、非常に現実をちゃんと見ていて、心の中で冷静に物事を分析しているっていうところがあります。感受性が強いだけではなくて、きちんと現実を見ているっていうところがあるので、じゃあ今回これが延期になってしまったけれども、いつだったらいいかなと、いつだったら実現できるかなと、冷静に次を考えているのではないでしょうか。この休みの期間中にそれを実行できるなら違う方法で実行するし、できないならばじゃあ今度はいつしようかっていう感じで、綿密に計画を立てたり、
その実行のためにきちんと動いたりっていうこともできていそうです。次はテテさんです。テテさんは良い意味でこの休暇中に自分の未来や自分の仕事における立ち位置やそういうことに対しての覚悟が改めて決まったというか、ある意味精神的に覚醒したっていう感じなのではないでしょうか。また休み中に英気を養って復活しているっていう感じも見受けられます。これは体力的にも精神的にも復活っていうことですね。自分のもともと持っているエネルギーが復活してきているって言えるのではないでしょうか。テテさんはもともと非常に常に自分の信じた道を突き進んでいて頑張っている方ですので、やはり肩の力を抜くときっていうのが定期的に必要になってきます。先頭を切って何事も行ったり、自信を持って周りの人たちのお手本になったりと、そういうところもありますので、やはり肩の力が抜けていないというか、肩の力を抜くよりもとにかく自分が全力を尽くしたいっていうところがあるので、休みの時ぐらいはやはり肩の力を抜いてリラックスできると、そしてリラックスする必要があると言えると思いますね。ただ最近のニュースで YouTuber でテテさんに関する変な情報と言いますか、誤った情報を流した人を訴えるっていうようなことを言っていました。そのようなマイナスな出来事に煩わされることなく過ごしてほしいですね。次はナムさんです。ナムさんは休暇中は大雑把にズボラにというか、思いっきりリラックスして過ごしていると思いますね。普段のナムさんはもう本当にそつなく振る舞っていて素晴らしいの一言なんですけれども、根はちょっと大雑把というか、内と外の顔が違うっていうところがあります。これは人間誰でもそうなんですが、いつもいつも完璧ではいられませんので、外で頑張ってそつなく振る舞っている分、家では気を抜いています。なので、今休み中はリーダーとしての役割というよりも、素の自分に戻って思いっきりリラックスしていると言えるのではないでしょうか。もともとナムさんは、堅実な面もあるんですけれども、自由に生きたいっていう気持ちもあります。そのような堅実さと自由さ、その狭間で葛藤しているっていうところがありますので、今は仕事から離れて自由に生きていると思いますね。自由を満喫しているのではないでしょうか。そして平和な気持ちになっていると言えると思います。次は J-HOPE 大先生です。J-HOPE 大先生は休暇中に今までとまるで違うという、そんな気持ちで生きているようです。仕事している時とは全く違うペースで休みを満喫していると言えるのではないでしょうか。仕事の時のモードの J-HOPE 大先生ではなくて、個人の自分に完全に切り替わっていると言えると思います。J-HOPE 大先生の先天的な性格としては、自分の世界っていうのを大切にする方です。基本的には安定したいですとか、安全な気持ちっていうのですね、安定というよりも安全な場所でゆっくりしたいですとか、安全な場所でリラックスしたいと、そういうふうにプライベートでは強く思うと思いますので、その自分の世界の安全っていうものを守るためには苦労を厭わないというか、どんなことでも頑張ってするっていうところがありますから、今はその自分の安全な世界に自然体の J-HOPE 大先生で過ごしていると言えると思います。普段から仕事熱心の J-HOPE 大先生ですが、今は完全に仕事モードから休業モード、プライベートモードに切り替わっていると言えると思います。最後はジョングク・グクさんです。グクさんは休み中でもプライベートでもきちんと外見を整えているっていう感じです。髪型ですとか服装ですとかだらしないわけではなくて、ちゃんと整えて誰が見ても恥ずかしくないというかおかしくないと。そのように自分の外見も気をつけていると思います。仕事ではないからといって手抜きではなく、きちんとしていると思います。
また自分の心に耳を傾けているというか、自分と対話しているっていう状況のようです。心が平和になっていて、心の平安がある状況とも言えると思います。そしてこのような心の平安を誰にも邪魔されたくないと、介入されたくないと強く思っているようですね。普段は仕事中、慌ただしい日々で、行くところ行くところで大騒ぎをされてという感じで、静けさとは無縁の生活をしていると思いますが、今は静けさを感じて心が平安になっているようです。今日は BTS の7名の現在の休業中の気持ち、そしてどんなことをしているのかっていうことを鑑定してみましたが、全員まだ今のところ仕事が懐かしくて、すぐにでも仕事に戻りたいとは思っていないようですね。まだ休暇が始まったばかりなので、たとえ仕事が懐かしくなったり、もうそろそろ仕事したいなと思う時が来たとしても、それはもうちょっと先になるかもしれません。それまではぜひ休暇を満喫していただきたいと思います。今日は以上となります。ありがとうございました。